ワシントン州に存在するエスカーエースカーとは、かつて氷河が削り出した砂や歴が堆積してできた、うねった、細長い峰を持つ地形である。エスカーの峰の頂の部分は、比較的平坦であるのに対し、峰への斜面は、比較的急峻な斜面となっている。エスカーは氷河によって形成される地形であるため、氷河地形の一種に数えられる。エスカーの語源はアイルランド語から来ている。 エスカーは氷河水退時に形成される地形である。氷河を形成している氷の中には、それが流れてくる過程で岩盤から削り出した砂礫が多量に含まれている。このティルが氷河が交代するときに残されることによってできる地形としては、他にモレーンや氷耐久などが挙げられるが、このエスカーもそんな地形の一種である。したがってモレーンや氷耐久などと同様に、 エスカーも主に砂礫によって形成されている。エスカーのサイズは様々であり、周囲よりも5メートルから50メートル程度高く、幅は10メートルから200メートル程度、長さは500メートルから5万メートル程度の範囲にあるものが一般的とされる。ただし、中には途中途切れる場所こそあれ、長さ500キロメートルに及ぶ長大なエスカーも存在する。エスカーの形状は、 ちょうど河川に作られる人工の堤防のように、側面は急峻な斜面であるのに対し、上部は平坦になっている。エスカーの形成され方は、主に二通りあると考えられている。一つは、交代中の氷河の前方にできる氷河の氷が、誘拐した水の流れに沿って形成される場合。もう一つは、 同じく交代中の氷河の下の氷に囲まれたトンネルに、やはり氷河の氷が誘拐した水が流れる場所に形成される場合である。いずれにしても、これら氷河が溶けつつある時にできる水流によって、エスカーは形成される。典型的なエスカーは、ヨーロッパ北部やカナダなど、かつて氷河が後半に存在していた場所にしばしば見られる。ありがとうございます。